せーの、バンダイマステ。さあ、ということで今週も始まりました、はい、週刊パチプレイフリー TV のお時間でございます。はい、ね、今日は梅雨の中休みって感じの、うん、はい、非常に気持ちのいい絶好のパチンコ日和です、うん、パチンコ日和ですね。こんな日こそパチンコです、パチンコ日和、ね、はい、頑張っていきたいと思いますけど、はい、ねえ、はい、これ何の話ということで、今週はグランワールドカップ米子店にお邪魔しておりますけども、はい、ね、先週と全く同じ格好で、ね、パンツ1週間履きっぱなしでね、お届けしたいと思っておりますけども、何をやりますか、今週は。今日はですね、ゆうパチのですね、はい、を使って企画をするんですけども、はい、だいぶ昔、まあ、覚えてらっしゃる方はいないかもしれないんですけど、はいはい、ノット50と。あー、ノット50ね。うん、あ、はいはいはい分かってます、分かってます、ね、全く覚えてないですということで、今回の企画は大当たり図柄でノット50、3人はバラエティのユーパチをプレイ。大当たりするたびにその大当たり図柄の数字を足していき、最終的に50ぴったりを踏んでしまった人の負け。きっつい罰ゲームが待ってます。最後の50切り番号ですね、はいはい、を掴んだ人が、はい、ドボン罰ゲーム、はい、なるほどなるほど、はい、ただし、はい、もう一個追加ルールですね、はい、まあ、その間ただただ大当たりするだけじゃつまらないので、うん、はい、10、20、30、40、まあ、切り番号、はいはい、を踏んでしまった場合、はい、場合プチ罰ゲームがそこで発動してくる。なんで盛り上げるテレビだからです。別にやんなくていいでしょ、テレビだから。50でいいじゃないですか、テレビだから。本日お邪魔したのはグランワールドカップ米子店。パチンコスロット合わせて820台と豊富な設置台数を誇り、より多くの皆様に親しまれるホール作りを目指しています。それでは大当たり図柄でノット50、よーいスタート。さあ、誰が50ぴったりを踏んでしまうのか。今回は途中でプチ罰ゲームが発動する可能性があるので、皆さん気をつけてくださいね。まあ、最終段階になったら他の誰かに50を踏んでもらうということで、50が近づくまでは、まあ、10、20、30を巧妙に避けながらバンバン当てていきたいと思います、ね、まずはいっぱい当てることです。今まで隊員であった罰ゲームで一番過激だったのって何ですか。乳首の手を取られました、取られました。取られたんですか。しかも最初にこっちの毛取られて、はい、次の月にこっちの毛取られて、両方ハイストロンまでに3ヶ月かかって。今回はさらにパワーアップした罰ゲームが用意されているようですよ。すると戦国乙女をプレイしている香里ちゃんに早速チャンスが。ここは残念。するとお次は吉宗スイートバージョンをプレイしている編集長にチャンス到来。言わないでしょ。いやいや、ちょっともうちょっといい数字当ててください。当たってないですよ。当たりますよ、これは。そんな、これは期待できそうですよ。自らのリーチなので、もし当たれば2ポイント足されるのですが、やばい、活を期待したいところですが、編集長まさかの外れ。すると次にチャンスが来たのは蒲田行進曲をプレイしているヤングさん。おい金ちゃん、ヤング
さんも残念。代わって編集長。ああでも結構だけど、まあ赤星に。あ、さっきから皆さんハズレが目立ちますが、いい加減誰か当ててくれませんかね。企画が前に進まないんですけど。今回の企画大丈夫なんですか。かおりちゃんに至っては全く期待外れなんですけど。ダメだこりゃ。もうちょ、あー階段落ちた。ヤングさんお願いします。ここは番組のために絶対に当ててください。やっすー出た。あったチャレンジ。すると麻雀物語に大移動したヤングさんに早速チャンスが。いつの間にか3本番になってた。当たった。レナーです。麻雀を聞きました。いやこれは当たりました。もう一丁取り来い発展します。発展します。鳥来い。鳥さあ発展。逆もねなしね。とその時、あ、プンが来た。プンが来ました。なんで外れるこれが。ヤングさん外れ。ここは編集長に任せましょう。今上がりますね。これヌーグン出てるから。これヌーグン笑いを飛ばそうとしてる。いやいや、どうかって。編集長も外れ。もういい加減誰か当てて。だったメンツが全然ダメなんて。私が決めてやりますよ。もう2人で頑張っとるからな。今日2人で頑張ってます。なんか声が聞こえるけど見えんもん。確かに今日かおりちゃん何の活躍も見せていませんからね。しっかりしてくださいよ。もうしかしそんなかおりちゃんにやっとビッグチャンスが訪れます。よし3回いった。次幅かいとるね。なんか設計してるみたい。かおりちゃん見事大当たり。ゴズカラで当たったので5追加されます。まあ、これでね、かおりちゃんが5を引いたんで、今3人の合計数が5です。10を踏んだ人が、まあ、とりあえずプチ罰ゲームがあるんで、次5を当てたら誰かが罰ゲームをね、ちょっとした罰ゲームがあるっていうことなんで、そんなことより当てたい。大当たり図柄でノット50。最後に50を踏んでしまうのは一体誰だ。さあ、かおりちゃん、レンちゃんのチャンスですよ。8回の間に飛べば。少々飛ばし立てください。はい。チャラララララ、はい、いきなりじゃん。いきなり来た。飛ぶよ。はい。さあ
香里ちゃん見事大当たり。八図柄で当たったので合計13。とりあえず10マスの罰ゲームは避けることができましたね。香里ちゃんが全部ね50も積んでもらえれば1人で、いや49とかで止めときますんで、いやいやそれで罰ゲームをやってもらえれば、いやです、テレビいっぱい映るで。あ、本当ですか、うん、すると次にチャンスが来たのは編集長。これや、あ、雷が赤いんで、あ、じゃあ、編集長残念、今日はかなり不調ですね。今日はダメかもしれない。そしてこちらも不調なヤングさんなんですが、さあスロット竹竹来いよな、竹斜め竹ダゴン竹来い、竹あー平行竹竹竹リプレイでもよかったけどね、竹あー斜め竹キー SP、おらー、当たつ、当たりました、やっと当たりました。すると香里ちゃんにもチャンスが。さあ2人とも大チャンス、一気に数字を重ねることができるのか。はい、取り来たヤングさん、4図柄で大当たり。そしてカオリちゃんは、はい、おらー、気持ちいい。カオリちゃんも6図柄で大当たり、合計23。これで当ててないのは清水だけです。なんだかいつの間にやら企画の趣旨がずれてきてますね。50を踏まなければ当てなくても勝ちなんですけどね。もう細かいことは抜きにしましょう。5000点も熱いよね、熱い、これは刺激めっちゃ出ないですよ、大体出るんじゃないですか。はい、というわけでヤングさん水柄で大当たり。これで合計25、やっと折り返し地点まで来ましたよ。そして未だに大当たりのない編集長はというと、なんだか全く企画に貢献できない編集長。これは50を踏んでも踏まなくても罰ゲームの予感がプンプンしますね。何も当たる気、ほら来た、うわー来た、巨大ボール来た、やったー。これね、1992年に出た麻雀物語という台の初代ですから、初の液晶台です。さすがヤングさん、台には詳しいですね。というわけで水柄で大当たり、合計27。編集長以外調子が出てきましたよ。お次は香里ちゃん、今のでもジョニー来い、ジョニー来い、これめっちゃ熱い、いやこれ本当で光っちゃうかも。あるかな、あああ、リリムリンスだ、チャンスでしょ、大丈夫、どうです、当たるはず、どうです、ここはダメ、当たった、うまい、やった。はい、香里ちゃん4図柄で大当たり、合計31。プチ罰ゲームをかろうじて回避してますね。するとついに編集長にも大当たりのチャンスが。これはめっちゃよかった、あ、プッシュマン、プッシュマン、これはプレミアでしょ、やったやった、2が、編集長やっと貢献できましたね。数字は少ないですが水柄で大当たりと思った瞬間、あれ、
1になった空気読まんな。上がるなら3にしましょうよ。まさかの数値が2から1へ降格。はい、貢献したの1です。1。僕の予想では、時間切れで終わって、清水さんが罰ゲームだと思う。そうですね。それがなんか今日は一番いい方法だと思います。八方丸く収まる感じだから。はい、今週もすいませんでした。ねえ、ということで、最初大口叩いて、はい、ノット50とか言ったものの、そうですね、もう全くね、はい、届かずの結果32回です、ね、32ですか、はい、半分ちょいですね半分ちょいですね、全然ダメですね。ただね、まあ僕とカオリちゃん結構頑張ったと思うんですよ。頑張りました、ね、私結構行きましたよ、ね、多分1人で23分かけてる。あ、もうアベレージ以上、はい、普通ならね、はい、全然合格点ですよ。一人で半分行きましたからね。そうですよね、はい、そして私がじゃあ8ってことですよね、はい、422だったんでね、422、うん、そしてあたったの1回で、しかも1ですよ、あなた貢献度そうですね、2で当たってわざわざ下がるっていうねということで、はい、まあだから本来の企画はですよ、うん、50ちょっきり踏んだ人が罰ゲームっていうことだったんですけど、うん、そうですね、はい、なので残念ながら、まあね、今日は罰ゲームなし、誰かが裁きを受けなきゃいけないに決まってるでしょう。そうですね、ねえ、いや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 、そんなひどい番組だと永久戦犯ですよあなた。そうですよね、間違いなくお分かりだと思いますけれども、ね、ということでね、編集長が罰ゲームでございます、はい、さあということでね、残念ながら、はい、当初予定してた企画は成立しなかったんですけど、はい、またなんとかね、でもリベンジしたいですね。そうですね、もう一度ね、チャンスをもらえれば、はい、今度はバッチリいくと思うんで、はい、ね、とりあえずまあ今回は、はい、その永久戦犯の方に、ね、この素敵なね、これを使って、はい、あれしてこれしたいと思ってますので、ね、いろいろね、はいはい、お楽しみにということで、今週はこの辺でお別れです。また来週見てください。さようなら、バイバーイ。バイバーイ。さあそれでは、はい、決して本意ではないんですけどもね。そうですね、しょうがない、これはもうしょうがなく我々もね、動かないでください。痛い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 、動かないでください。痛い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 、相当ブサイクになってますよ清水さん。それでは、はい、香里ちゃんにねバチーンってやっていただいて、痛い痛い痛い、じっくりやるね、じっくりやるね、悪い悪いな、違う、悪い女ですよ。じゃあこのまま帰りますか。帰りますか。そうですね、はい、うん、また来週、また来週、失礼します。ついにパチンコプレイガイドがウェブに集結。パチプレ TV からオリジナル動画、もちろんプレイガイドエンジェルスの限定動画も見せちゃいます。ぜひご覧あれ。